ここまで15分間みんなのプロフィール写真をずっと見てた。潜在写真な、タクヤだけさ、僕はあの去年の僕ですから。そうよね、うん、俺らほぼ同期やん、はい、タクヤ、ナウナタクヤじゃん。そうだよ、俺らあれ10年以上前の俺らだもんね。そうですよ、あの潜在の間のこことここの俺とタクヤの間に10年以上の時が立ってるからね。いやすごいよね、そう考えるとね。我々13年だからね。そうだ、もう14年目にやってますからね。あのね、江口くんはねリアルタイムで変えていかないと髪の色が全然違うので、ね、なんか違う人来たってね。そうもう違うもんね、うん、確かに正確にはちょっと違いますよね、うん、もうね、ねえ、はい、もう本当に。でもちょっと信長もなんかあれって話聞いたんだけど、うん、え、変えんの。いやそろそろさ、まあね、10年ぐらい経ってますからね。考えてはいる、ちょっとね、やっぱそろそろ。いつも変える？一緒に変えてく？そろそろなんか変えた方がいいって気持ちしてきたよ。何のその思考の顔なの、それは。じゃあこれで、吉次の洗剤これで。難しい、うん、最近いろいろあるじゃん、なんか洗剤いつでもさ、別に前も髪色で新しく撮っても髪色が全然来年だってなんかレインボーになってる可能性だってもはやあるじゃん。いや、ありますよ、去年の終わりぐらいはレインボーでしたからね。そうだね、混ざってたもんね。マジか。さて、 YouTube が不安定だったのは戻ってきたりしますが、ここから地獄の松岡にすぐなりますから ね、 ねどういうこと。何、地獄の大丈夫かな、どの感じがいい、今なるほどね、どうかどうか安定を取り戻しましたか。あ、どっちですか、まあ、安定はしてるんですかね。すみません、あのそういうのでいいじゃん。マスク越しのスタッフの方が目だけ困ってて口が全く見えないので何かをアピールしてくれてるんですけど全然わかんない。書いてくれないとね。大変だよね、スタッフ。見えないのかな、みんなのこと。新しい潜在ポーズの、ね、使えるじゃないこれ。そう、こういうのでいいじゃん全然。うん、遅い人はリロードをしていただくと、こんな様子がなかなか見えないから今めっちゃ綺麗に見えますと。なるほど、人によってはあのすごいいい顔の松岡くんで固まったりしてる。事務所に行ってその写真だったらびっくりするよ。これ一応あの今日のところは、はい、今ねまだ見られた、やっと見られるようになったみたいなことを言ってる人ももしかしたらいるかもしれませんが、はい、ハニープレの話はまだ1ミリもしていないので安心してください。ここから出ないです、はい、今までのところはソーレンに刺さるんだろうね。今日乗ってる、今日乗ってる、いい時の、いい時の松岡君。この3人あの、うん、この、まあ、3人プラス4人だからってことですよ、うん、この空気感だから今日のメンバーで今日本当に落ち着いてるからリラックスしきってるよね。いやー、これで1人でも先輩いたら僕こんなことできない。確かにずっともよかった、いいなと、いうことでね、島崎くんは会場にも行くってことを思ってて、あ、そうですね、いると、はい、もうみんなね、多分みんな画面ちゃんと見えてると思うから、メンツすごないメンツすごいです、メンツすごいです。いい、楽しそう。メンツすごいし、うん、まだ他でしょ、他ってついてるから、まあね、らうん、そう、タクヤとヨシツグが来る可能性もゼロだね。え、まあゼロではないけどゼロではないから、ゼロではないけどね。もうでももう皆さんの方が多分僕らのスケジュール詳しいから、その日なんか入ってるかもみたいなね。まだ問い合わせ中かもしれない、とかあるかもしれないですけど、これが外れたらいけるんですけどねみたいな。あの今2人の話が弾んでいて、1人すっげー華麗にダンスしてた人がスルーされてたんです。ごめん、戻ってた。今松岡君の素晴らしいダンスがほぼカメラではワンショットで抜かれていました。俺歌って踊るぜってこと。古代はあのこう歌って踊るキャラじゃないんで。確かにね。あ、確かにね、うん、松岡くんが歌って踊るキャラなんで。意外とね、それもちゃんとやるよっていう。我々も盛りだくさんですね、うん、めちゃくちゃ押してるから。松岡さん、ピンマイクつけてください。ピンマイク取れてるの。ダンスの、ダンスの弊害がダンスで外れました。全然聞かなかった。ダンスするからよ。生配信ならではだね。今スタイリストさん慌てて、多分ずっと松岡君、松岡君って多分なってるよ。スタイリストさんいつも見てくれてるから。ごめんなさい、ごめんなさい、本当ごめんなさい。いや本当に外れてるの気づかなかった、ね、よかった、つけられたところ。よかった、うん、そうです、後半は後半で、ね、めっちゃ線見えてるもんこれね。ちょこちょこやってますけど気にしないでください。あ、はい、そう中にね、ちゃんとせっかくかっこいいお衣装を用意してもらってね。完全に入学式にお父さんに入学してもらってます。ママだ、小学1年生みたいな感じになっちゃいますね。そうなんですね。この後もですね、実は生でやらないと意味がないこと、はい、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久典と江口拓也と、はい、島崎信長と松岡由紀です。
で、です始めるかでしたじゃないのでした、はい、ありがとうございました。絶好調の松岡君が見られる日だったんですけど始めるか